検索員に対する援護注水要領です。注水は検索員の背後からスプレー注水で完全に覆うようにします。筒先展開角度は60度から70度とします。筒先員に対する援護注水要領です。強い熱気から筒先員を防護する場合に実施します。要救助者に対する援護注水要領です。延焼中の建物で煙や熱気に巻かれている要救助者に実施します。有効射程を確保するため原則として高速噴霧10度から15度とします。注水目標は要救助者の上部とし、拡散注水により水膜を作ります。